基礎木は、江戸時代に、オワリ藩により伐採が禁止された木曽谷の木。ヒノキアスナロ高山木根キサワラの5種類の常緑信用樹林のことを指す、基礎説にも謳われている。マゴメは基本人資料館の入り口脇にある基礎木木曽谷は95%が山林で、オワリ藩はこの広大な資源である山林すべてを繁有林としていた。古くより、 木曽の山は建築材として、貴重な木材を数多く産出していたが、関ヶ原の戦い後の江戸時代の初期、幕府や諸大名による城郭、城下町、武家屋敷の建設、造船などによって森林の伐採が進み、山々は荒廃してしまった。そこで木曽の山を管理していた尾張藩により、森林の保護政策が行われ、ヒのキの伐採が禁止された。後に、 5伐採を防ぐため、ヒノキと樹形や材木の性質が似たアスナロ、サワラと重要な高山木の伐採が禁止され、さらに根ズが追加された。木一本、首一つとも言われるほどの厳しい政策の留め山、留め木制度が取られた。基礎において伐採が禁止され、保護された5種類の樹木を基礎付きという。しかし、厳しい保護政策にもかかわらず山の後輩は止まらず、 さらに、オワリ藩は、クリマツ・カラマツやキトチカツラも保護指定し、伐採禁止の地域や樹脂を拡大させることによって、森林の保護に努めた。その結果、美しい山を取り戻すことになった。このような政策は、山々の荒廃に悩んでいた全国の藩の模範となり、各藩の政策に採用されていった。富山は、森林保全のため入山。 伐採などが領主により禁じられた山のことで、江戸時代の林野制度の一つであり、留め木は伐採を禁じられた樹木のことで停止木とも言う。木一本に首一つは、金伐木を一本切っただけでも打ち首になるのたとえで、金を犯したら、厳罰に処せられることを意味した。基礎全群において、住民の立ち入りを禁じた止め山安山は十九箇所を数えたが、その面積は、 基礎参林全体のわずか7%ほどであった。その他の山は、名山と呼ばれる、解放林で、住民は自由に立ち入ることができ、日常生活に必要な火作木や、新炭材、芝草、干し草、食料の補いにする好みなどを最初し利用することが、認められており、定式儀である六基以外の木材なら誰でも自由に、利用することができた。そのため、 厳しい留山、留木制度があったとはいえ、名産の臓器による木材加工などの収入により、住民の生活は安定し、また、その臓器伐採により、基礎付きの生育のための障害儀が除かれることになり、これが一種の整理伐作業となって結果的に、基礎ビリ林を生み出す要因の一つになった。江戸幕府が倒れ、基礎住民は三林開放と停止木廃止を求めたが、 明治政府は、反有林をすべて国有林とし、全国一律に国有林への立ち入りを禁じたため、それまで許されていた名産への立ち入りまで禁止となった。特に、基礎の山林は、ご料林の指定を受けたため、一切の立ち入りが厳しく禁止された。そのため、山林資源活用に頼って生きてきた、基礎の住民の生活は一気に困窮し、 住民による請願運動が繰り広げられた。長年の交渉の結果、1905年になって、政府は24年間にわたって、毎年1万円のご家資金をカ付することで紛争を解決した。島崎闘村は、基礎五両臨事件、基礎三林事件と、通称されるこれらの一件を小説、夜明け前で触れているが、請願した主人公が懲罰として、 古調免職となるなどは史実と異なると言われる。終わりハの制作のおかげで、今でも基礎の山々は、この基礎付きが主体となった美しい山々が形成されており、基礎付きは特産品のブランドとなっている。ありがとうございます。